キース・バン・ドンゲンキース・バン・ドンゲンは、ホービズムの作風でエコールド・パリの画家。キース・バン・ドンゲンのスタジオ・パリ1910年頃1877年、オランダのロッテルダム郊外の酒醸造業の家庭に生まれる。醸造業を手伝いながら、ロッテルダムの美術アカデミーで学ぶ。その頃同行で、後の妻になるジュリアナ・オーガスタと出会う。 当時はハーグ派と象徴主義の影響の絵画を描いていた。1896年、日刊紙のイラストレポーターとして働く。1899年、パリに転居。風刺新聞や雑誌などの差し入の仕事を行う。その風刺的イメージが、軍隊や教会、資本家などから告発を受ける。1901年7月11日に、ジュリアナ・オーガスタと結婚した。 息子は1901年12月に生まれてから数日後に亡くなった。ドリーと呼ばれる娘のオーガスタは1905年4月18日に生まれた。1905年サロンドートンヌに参加。作風がフォービズムへと傾向していった。1910年の9月1日ミュンヘン神芸術家協会第2回展に招待され出品された。 ドイツ表現主義のブリュッケに所属。その頃ピカソに誘われて選択戦という集合アトリエ兼住宅に家族で移り住んだ。1914年の夏にロッテルダムで家族に会いに3人で帰郷した時、第一次世界大戦の勃発に巻き込まれ1918年までパリに戻ることができなかった。ジュリアナと1921年に離婚。1926年。 レジオンドヌール勲章受賞。アンリーマヌエル撮影1968年、モナコにテサ。デリフスハーベンに設置されたレリーフ。ピースフルアートランドビスーハットキース・バンドンゲン、エスキャッツ。ありがとうございます。